これで全部か。規模はそれほど大きくなかったが、こちらの犠牲は想定の倍、いやそれ以上か。クソ、人質を盾にされたせいで作戦は台無し。自爆覚悟の攻撃で道連れ狙いだったか。そこまでの忠誠心があればもっと国をよくできただろうに。副団長か、怪我はないかって。心配する必要もないみたいだな。さすが我が騎士団最高戦力、またお前に助けられたな。そう謙遜するな。お前が人質の解放を優先してくれたおかげで私も全力で退治できたのだ。ありがとう。ん？私の方も大丈夫だ。心配してくれてありがとな。この戦いをきっかけに戦争が始まるだろうな。互いの同盟国も交えての大戦争。また血を血で洗う戦いが始まるのか。ああそうだ、生き残った敵兵の拘束は済んだか。そうか、あいつらは貴重な情報源だ。絶対に取り逃さないように。まあそうだな、あいつらは絶対に口を割らないだろう。でもいいんだ、せっかく助かった命なのだから。ん？ああ、こちらももうすぐ完了するところだ。人質の解放、長い間ここに拘束されていたのだろうな。みんな安心した顔をしている。ちゃんと帰るべき場所まで守ってやらないと。ん？どうした？テーブルの層、あ、こんなところにも人質が。しかもこんな幼い。あいつら誰彼構わず連れてきたのか。ありがとう、気づかなかったよ。よしよし、怖かったよな。今拘束を解いてやる。これでよし。さあお姉ちゃんと一緒に外へ。しまっ、え、お前何して。貴様、おい、そいつを取り押さえろ。大丈夫か、どこを刺された。腹部か、だが傷は浅い。これなら止血すれば。おい、あまり喋るな、ゆっくり深呼吸しろ。そうだ、その調子。バカ者、なんで私なんかをかばって。まったくお前は私の方が生きるべき。ふざけるな、団長だろうと副団長だろうと同じ命だ。そこに優劣なんてあるわけがない。恋人だから生きてほしかった？認めない。私はお前がいるからここにいるのだ。お前がいないと私は戦えないんだよ。絶対に助ける。とりあえず止血を。ナイフ、刺されたナイフか。確かここら辺にあった、これ。だがこれがどうかしたのか。え、やっぱりって。おい、目を閉じるな、意識をしっかり持って。おかしい、いくら刺されたとはいえ呼吸が乱れすぎている。意識もおぼろげだ。この液体、血だけじゃない。まさか毒？即効性の毒か。何毒だ、最適な処置は。あ、くそ、私に知識があれば。救護班、救護班はどこだ。副団長が刺された、至急対応。何、人質がパニックを起こした。なんでこんな時に。く、分かった、お前らはそれの鎮圧に当たれ。だからなるべく早く救護班を。ああ、頼むぞ。救護班が来るまでは私が何とかしないと。
こういう時どうすればいいんだ。止血、それとも毒抜き、解毒剤は。くそ、やっぱりお前を連れてくるんじゃ。おい、急に抱きついてくるな。びっくりするだろう。うん、うん、そうだな。君がいなかったらこの作戦は失敗していたかもしれない。今以上の犠牲が出ていたかもしれない。でもそれで君が死んだら、君がいなくなったら意味がないよな。あ、なんでこんな時まで君はそんな優しく笑えるんだ。嫌だ、置いてかないでくれ。私を置いて行かないでくれ。なんだ、ああ私も好きだよ、大好きだ。ああ、くそ、もっと君に言いたいことがあったはずなのに、何も出てこないや。ごめん、守ってあげられなくて。結局私はいつも君に助けられてばかりで、やっぱり団長失格だな。ありがとうってなんで。うん、私こそありがとう。一緒に戦ってくれて、一緒に笑ってくれて、私を守ってくれて。自慢の恋人だよ君は。ああ、私も愛してる、大好きだ。眠くなってきた。ああそうか、今日は疲れただろう。ゆっくり休め。なんだ、まだ言いたいことがあるのか。ああ、わかったよ、約束する。だから君は休め。ああそうだ、これは団長命令だ。うん、おやすみ、大好きだよ。この大バカ者、そんな約束守れるわけないだろう。本当に君ってやつは。